陳宿法は南朝陳の第五代の皇帝。後世、亡国の君主として安君の典型とされる。後に後氏と称された。昭正,正二年、陳の長男として皇寮に生まれた。昭生三年に皇寮が正義の信仰により陥落すると、陳は冠中に連行され、陳宿法は上々に抑留された。天三年、帰国して康に入り、 安成王政師に建てられた。天安氏元年、ネイ将軍の位を受けた。光大正2年には大使中書士となり、間もなく自中の位を受けた。翌、大野県元年1月に、先定が即位すると、皇太子に建てられた。ふとし建て14年1月に、先定が崩御すると、伊母帝の司教王陳宿領が、兄の陳宿法を殺害しようとした。陳宿法は、 母の竜隆子ことや乳母のご子に急場を救われ、小馬家が沈縮料を打ったため、即位することができた。せ、門刑、沈客教ら関心を持ち、少書令の構想や、チンケンアナハン羅、公客と呼ばれた文人たちと非インと株音玉に、吹けり、国政を帰り見なかった。また、サターキ2年には、復信の利部省書祭印らの残言によって、 長男で皇太子の陳壇を拝着して、呉京王に降格し、長期の朝礼家が生んだ、陽州氏氏、史安王の陳孵化を新たな皇太子とするなど、乱脈な国政によって、陳の国力は大きく衰えた。佐田ー2年10月、大陸の統一を目指した、隋の文帝は、次男の新王、陽博氏を総大将とする総勢51万8000の軍を侵攻させた。 翌佐ダメージ3年の元日には、あと主は、犬羊のごとき物どもが我が国に勝手に侵入し、京視の均衡を盗み取っている。蜂やサソリのごとき毒のあるものは、時期を選んで、相当、平定するがよい。内外ともに厳重に警戒するようにとみこと乗りしたが、迎撃に出た小の木が撃破され、随軍の前線司令官が、若筆が、 陳の捕虜を寛大に扱ったこともあり、形成不利を悟った陳軍からは投稿者が相次いだ。首都の健康が陥落するに及び、大臣の一人である少書牧屋の縁剣は、随軍の兵士たちが宮廷に侵入してきても、決して乱暴なことはしないでしょう。しかも今は、陳国にとって、最も重大な時でございます。陛下におかれましては、服装を正して正殿に着座し、 両の武帝が、包茎を隠検した時の霊にお習いくださいますように、と、あと主に進言したが、あと主は従わず、剣の葉の下では当たっていくことはできない。私には、私の考えがあるのだと言って、宮中の奥にあるソライドに隠れようとした。遠剣は繰り返し潜め、さらにあとモードネリの加工工員が、自分の手で移動を打って妨害したが、彼を押しのけて、超霊化、 高高人の両夫人と共に、井戸の底に隠れていたところ、結局、宮殿に侵入してきた隋軍に発見されて、捕虜となった。長霊華は、楊広氏の命により青系中橋で切られた。陳の滅亡後、陳宿法は隋の徒長安に送られた。当時、亡国の君主が囚われると反乱を予防するため、殺されるのが通例であったが、亡国や長霊華が殺されたことを全く恥じず。 叫びたりの生活を送るなど、元皇帝とは思えない振る舞いをしたため猜疑心が、強かった文帝からも警戒されず、文帝の行行に随行したり主演にハベるなどして、余生を全うすることができた。任樹四年に、落葉で死去。死後、大将軍を追贈され、頂上健康に追封され、用途、送りなされた。死後の、用途は、霊を去り衆を遠ざくいう意味である。 皮肉なことにこの死語を与えた、よ広氏自身も、後に暴君として、同じくよの死語を与えられることになる。ありがとうございます。